中学理科、理科の記述問題完全版、一問一答聞き流し。この動画は、ラジオのように聞き流すこともできます。また、説明欄にあるホームページ用一問一答もよろしければご利用ください。それでは始めます。双眼実体顕微鏡は、接眼レンズが2つあるため、どのように見ることができるか。答え、立体的に見ることができる。顕微鏡を使った観察で、初めは低倍率にする理由を答えよう。答え、見える視野が広くなり、観察したい生物を見つけやすいから。ルーペを使用する際に注意することは何か。答え、目を痛めないよう、直接太陽を見ない。顕微鏡で観察をするとき、対物レンズをプレパラートから遠ざけながらピントを合わせるのはなぜか。答え、プレパラートに近づけながらピントを合わせると、対物レンズとプレパラートがぶつかる恐れがあるため。被子植物とはどのような植物か。答え、胚珠が脂肪に包まれている植物。苔植物の花根の働きを答えよう。答え、体を土や岩に固定する働き。草食動物の目は肉食動物に比べ顔の側面についていることが多い。これにはどのような利点があるか。答え、広い範囲を見渡すことができ、敵を見つけやすくする利点がある。シマウマの臼歯は何に適した作りになっているか。答え、草をすりつぶすこと。魚類や両生類には見られない鳥類の卵の作りの特徴を簡単に答えよう。答え、硬い殻がある。両生類の呼吸の仕方を、親、子、で、それぞれ答えよう。答え、子はエラや皮膚、親は肺や皮膚で呼吸する。二酸化マンガンに過酸化水素水を加え、酸素を集めるとき、初めに出てきた気体を集めない理由を答えよう。答え、初めに出てくる気体は、フラスコ内にもともとあった気体だから。物質を加熱し、発生する気体が石灰水の入った試験管に流れる実験で、火を消す前にしなければいけないことは何か答えよう。答え、石灰水の入った試験管からガラス管を取り出すこと。かっこ、理由は石灰水の逆流を防ぐため。アンモニアの噴水実験で水の入ったスポイトを押すと噴水が起こる理由を答えよう。答え、水にアンモニアが溶けてフラスコ内の気圧が低下したから。アンモニアは水蒸気管法で集めることはできない。その理由を答えよう。答え、アンモニアは水に溶けやすい気体だから。過放置管法はどのような性質の気体を集めるのに適しているか答えよう。答え、水に溶けやすく、空気より密度が大きい気体。食塩水は温度を下げても再結晶することがほとんどない。その理由を答えよ
答え、食塩は温度によって溶解度がほとんど変化しないから。食塩水からより多くの食塩を効率よく取り出すには、どのようにするのが良いか。答え、食塩水を加熱し、水を蒸発させる。液体を加熱するとき、沸騰石を入れる理由を答えよう。答え、突沸を防ぐため。水とエタノールの混合物を加熱し蒸留を行うと、はじめはエタノールが多く集まるのはなぜか。答え、エタノールの方が沸点が低いから。ガスバーナーを使うとき、最初はガス調節ネジと空気調節ネジをどのような状態にしておくか。答え、軽く閉まっている状態。上皿天秤で地震が止まる前に釣り合ったと判断するにはどうすればよいか。答え、地震が左右に等しく触れているかを確認する。密度の実験でメスシリンダーが割れないように物体を入れるにはどのようにするとよいか。答え、メスシリンダーを斜めにして滑らせるようにして入れる。花火の光が見えてから少し時間が経ってから音が聞こえた。その理由を答えよう。答え、光よりも音の速さが遅いから。音が出ている太鼓を抑えると音が聞こえなくなるのはなぜか。答え、太鼓の振動が止まるから。虚像が見えるのは物体をトスレンズに対してどのような位置に置いたときか。答え、凸レンズの焦点よりも内側に置いたとき。普通、バネに加える力の大きさとバネの伸びとの関係はどうなるか。答え、バネの伸びはバネに加える力の大きさに比例する。火山岩はどのようにしてできるか答えよう。答え、マグマが地表や地表付近で急に冷えて固まってできる。深成岩はどのようにしてできるか答えよう。答え、マグマが地下深くでゆっくり冷えて固まってできる。震源から同じ距離にある異なる場所において震度が異なるのはなぜか答えよう。答え、場所によって地盤の硬さが違うから。火山の形は何によって決まるか。答え、マグマの粘り気。泥岩、砂岩、礫岩を作っている粒が丸みを帯びているのはなぜか。答え、水の流れによって運ばれる間に角が削られたため。示準化石となる生物にはどのような特徴があるか。答え、生活していた範囲が広く、生存していた期間が限られている。
震源から離れるほど初期微動継続時間が長くなるのはなぜか？答え、P 波と S 波の速さが違うから。安山岩と花崗岩では、安山岩の方が黒っぽく見える理由を答えよう。答え、安山岩の方が有色鉱物が多いから。凝灰岩の地層ができた当時、この地域では何があったと推測できるか。答え、火山活動、括弧、火山の噴火があった。植物の葉は上から見ると重ならないようについている。その理由を答えよう。答え、どの葉にも太陽の光が当たり、光合成できるようにするため。プレパラートを作るとき、カバーガラスの端を水につけ、もう一方の端をピンセットで静かに下ろすのはなぜか？答え、空気の泡が入らないようにするため。細胞壁の主な働きを答えよう。答え、細胞を保護し、植物の体の形を保つ。葉にできたでんぷんを溶水液で調べる前に、葉を温かいエタノールに浸すのはなぜか。答え、葉を脱色するため。植物の蒸散量を調べる実験で、植物の枝を刺した試験管に少量の油を浮かべる理由を答えよう。答え、水面からの蒸発を防ぐため。根門の役割を2つ答えよう。答え、根の表面積を大きくし、効率よく水や水に溶けた養分を吸収すること。根が土から抜けにくくしていること。光合成によって葉で作られたデンプンは別の物質に変えられて弛緩を通り全身に運ばれる。このようにデンプンが運ばれるとき別の物質に変えられるのはなぜか答えよう。答え、全身に運ぶ際に水に溶けやすくするため。植物の細胞を観察するために、酢酸カーミン溶液を滴下する理由を2つ答えよう。答え、細胞を生きた状態で固定するため、核を染色し観察しやすくするため。小腸の壁には絨毛と呼ばれるたくさんのヒダがある理由を答えよう。答え、表面積を大きくすることで効率よく栄養分を吸収するため。肺は肺胞という小さな袋が集まってできている。このような作りになっているのはなぜか。答え、表面積を大きくして効率よく酸素と二酸化炭素の交換を行うため。静脈にある弁にはどのような働きがあるか。答え、血液の逆流を防ぐ。心臓の作りで左心室の筋肉は分厚くなっている。その理由を答えよう。
答え、全身に血液を届けるための大きな力が必要であるため。ヘモグロビンの性質を答えよう。答え、酸素が多いところでは酸素と結びつき、酸素が少ないところでは酸素を離す。組織液の働きを答えよう。答え、毛細血管と細胞の間で物質の受け渡しの仲立ちとなる。硫黄と鉄をよく混ぜ、加熱して反応させるとき、反応してすぐにガスバーナーの火を止めても反応が進むのはなぜか。答え、鉄と硫黄が結びつくときに発生する反応熱によって次々と反応が起こるから。炭酸水素ナトリウムを加熱して分解するとき、試験管の口をそこよりも下げるのはなぜか。答え、発生した液体が加熱部に流れて試験管が割れるのを防ぐため。化学変化の前後で質量が変化しない理由を答えよう。答え、化学変化の前後で物質全体の原子の種類と数が変化しないから。水の電気分解の実験を行うとき、水に水酸化ナトリウムを加える理由を答えよう。答え、水に電流を流しやすくするため。銅を加熱して酸化銅にすると質量が大きくなるのはなぜか。答え、空気中の酸素と結びつくため。銅の粉末を加熱して酸化銅にするとき、皿全体に銅の粉末を広げる理由は何か。答え、銅が空気とよく触れるようにするため。鉄と酸化鉄の違いの調べ方を塩酸という言葉を用いて答えよう。答え、塩酸の中に入れて気体が発生しないことを確かめる。電流の強さが予想できないときは、電流計の5アンペア、500ミリアンペア、50ミリアンペアのうち、5アンペアのマイナス端子を使うのはなぜか。答え、電流計に大きな電流が流れ、針が振り切れて電流計が壊れるのを防ぐため。水に電熱線を入れた回路で、電熱線で発生する熱量と水の上昇温度から求めた熱量に差があるのはなぜか。答え、電熱線で発生した熱がすべて水の温度上昇に使われず、コップや空気中に逃げたから。雲は空気が上昇気流によって上に上がった後、どのようにしてできるか答えよう。答え、気圧が低くなり膨張し、気温が下がることで露呈に達して凝結が起きてできる。丸底フラスコを使って雲を作るとき、フラスコの中に線香の煙を入れておくのはなぜか。答え、雲ができるときの核とするため。丸底フラスコを使って雲を作るとき、フラスコの中を水で濡らしておくのはなぜか。
答え、水蒸気の量を多くし、凝結しやすくするため。密閉されたポテトチップスの袋を山の山頂へ持っていくと膨らんだ。その理由を答えよう。答え、袋の周りの気圧が袋の中の気圧より低くなったから。冬の季節風はユーラシア大陸では乾燥しているが、日本海側に大雪を降らせる。この理由を答えよう。答え、日本海上を通過する間に多量の水蒸気を含むため。一般に夕焼けが見られた日の次の日は晴れることが多いが、その理由を答えよう。答え、雲は西から東に移動するが、夕焼けが見える日には西側には雲がないから。細胞分裂を観察するとき、玉ねぎの根の主に先端部分を観察するのはなぜか。答え、成長点があり、細胞分裂が盛んだから。細胞分裂を観察するとき、玉ねぎの根に塩酸を滴下する理由を答えよう。答え、細胞同士を離れやすくするため。細胞分裂の観察で、玉ねぎの根にカバーガラスを乗せて、ろ紙を乗せて上から垂直に押す理由を答えよう。答え、細胞同士の重なりをなくすため。松は受粉から1年以上かかって受精する。これは花粉から伸びる花粉管にどのような特徴があるためか。答え、花粉管が伸びる速度が遅い。裸子植物の胚種の特徴を答えよう。答え、脂肪がなく胚種がむき出しになっている。無性生殖による遺伝では子にどのような特徴があるか。答え、親と全く同じ形質が現れる。双胞器官からわかることは何か。答え、共通の祖先から変化していろいろな生物が生じたこと。塩化銅水溶液の電気分解で発生した気体が塩素であることを調べるために、どのようなことを確かめればよいか答えよう。答え、赤インクを染み込ませたろ紙を気体に近づけ、赤い色が脱色されること。純粋な水は電気を通さないが、塩化ナトリウムを水に溶かすことで電流が流れるようになる理由を答えよう。答え、塩化ナトリウムが電離し、水溶液中にイオンが存在するようになるから。塩素はどのような匂いがするか。答え、プールを消毒した時の匂い。直方体が受ける浮力の大きさが深さに関係なく一定である理由を答えよう。答え、上面と底面に働く力の差が変わらないから。運動の向きに一定の大きさの力が働き続けると、物体の速さはどうなるか。答え、一定の割合で大きくなっていく。
等速直線運動をしている自動車に働く力について、自動車が進む力と摩擦力の関係はどのようになっているか。答え、釣り合っている。括弧、合力がゼロになっている。太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギーによる発電の課題は何か。答え、設置場所が限られる、発電量が安定しない、など。信号機に LED ライトを用いると、寒冷地での雪の対策が必要になる。これはなぜか。答え、LED 式は白熱式に比べ、発する熱エネルギーが小さいから。太陽は動いていないが、地球から見ると太陽が動いているように見えるのはなぜか。答え、地球が自転しているから。金星が真夜中に観察できないのはなぜか。答え、金星が地球よりも内側を公転しているから。金星などの惑星が黄道付近に観察されるのはなぜか。答え、金星と地球が同一平面上を公転しているから。金星の見かけの大きさが変化するのはなぜか。答え、地球との距離が変化するから。太陽の南中高度が季節によって変化するのはなぜか。答え、地球が公転面に立てた彗星に対して地軸を傾けたまま太陽の周りを公転しているから。同時刻に観察した星が1ヶ月に約30度ずつ動いて見えるのはなぜか。答え、地球が公転しているから。太陽の黒点が黒く見えるのはなぜか。答え、周りよりも温度が低いから。透明半球に太陽の位置を記録するときは、サインペンの先の影がどのようになるように印をつけるか。答え、サインペンの先の影が円の中心に来るように印をつける。北極星を一晩中観察してもほとんど動かない理由は何か。答え、北極星は地軸の延長線上にあるから。太陽の黒点が移動して見えるのはなぜか。答え、太陽が自転しているから。太陽が球形であるとわかるのは、中央部で円形であった黒点がどのように変形して見えるためか。答え、中央部で円形であった黒点が周辺部では細長く変形するから。望遠鏡に太陽投影板を取り付けて太陽を観察するときに注意することは何か。答え、ファインダー、望遠鏡、肉眼で太陽を直接見てはいけない。惑星の太陽からの距離と公転周期についての特徴を答えよう。答え、太陽からの距離が遠いほど
公転周期が長くなる。日本各地にある太陽光パネルの角度が異なる理由を答えよう。答え、同じ日、同じ時刻での太陽の高度が緯度によって違うから。お疲れ様でした。体調に気をつけて勉強頑張ってください。またお会いしましょう。さようなら。